で、せーのが使ってまいりました。こちら公式から突如公開されたポケモン、古代スイカ、ウネルミナモとなっております。このポケモンね、タイプに関しては水ドラゴンということでね、新世代のシャリザツ、キングドラとパルキアレベルに、まあ、なっているポケモンなんですけれどもね、圧倒的種族値こちらとなっておりまして、高い素早さそして特攻を持っているポケモンと耐久も申し分ないという形です。まあ、個人的にね、見た目はもうめちゃくちゃ刺さっているというところで、もうでかいと可愛い、もうね、この足もゼンマイみたいで可愛いと、寝てる姿もね可愛いことが今確認できたわけなんですけれども、まあ、このポケモンね、今回、まあ、ランクバトルでは使えないので、フリーバトルでね、視聴者対戦で、まあ、使ってね、その性能のほどを確かめていきたいという動画になっているわけなんですけれども、配分は臆病 CS となっておりまして、特性はね、もちろん古代活性、まあ、用意されていたわけなんですけれども、見てください、この専用技ハイドロシェーバー。こちら命中100、威力80で、なんとね、もう新しい、もうポケモン史上初の文言、下がるどころか 1.5 倍になるということで、晴れの時にね、水タイプの威力が半分になるというのを無視した上で、さらに 1.5 倍になるというね、まあ能力がございまして、これね、晴れパで使ってくださいと、まあ、言ってるのもんなわけですよ。最初から解放者も覚えるということで、まあ、晴れた時に解放者の威力も上がるし、ハイドロスチームも強いということで、こんなねポケモンが弱いわけないということでね、まあ、今回ね、その最強具合を証明していきたいという動画になってるんで、まあ、ぜひ最後まで対戦パート見ていってください。すべせー、さあ、どうだ、今回の犠牲者の方はワニくんです、よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、かなり強そうな、まあ、パーリー来てもうてますけれども、まあ、追い風されることも考えるとね、かなり、いや、しんどいですよね。いや、追い風かなりしんどくないか、これ。てか、ファイアローやばくないか。俺のドレディアをメタルために来てないか。なあ、そんなことってあっていいのか。まあ、ただ、ファイアローはね、このうねる皆物をかもと、させてください。はい。余裕なので、マジ、舐めないでもらっていいか。しかし、きつくなってくるのが、鉄の包みと。包みきついですと。ここはもう神。幅神もしくはドレディア。もしくはピート。コータスか、意外と。これ意外とコータス、行動保証だいぶあるな。これ先発にいて。いや、これ、答えだわ。危な。これ答えだわ、コータス。かなり。さあ、ドレディア行って、グレアルマ。海竜。これ海竜か。これ海竜か、グレアルマか。いや、悩むな、これ。いや、神強いか。追い風頑張って切らしたら、強いか。さあ、これでいきますか。先発にかかってるよ、結局は。あくびとかでね、相手を嫌がらせしていくっていうところも視野に入れてますから、この水君コータス、新世代の水君コータスがどれぐらい、おばちゃんおるった、おばちゃんアップデートで消えてへんって。さあ、鉄の包みとファイアロー、さあ軽くなったんですかね、アップデートによって。さあ、コータス日照り状態によって、まあ、ここで古代活性で特攻を上げることに成功していきますと。さらにファイアロー、はい、フレアドライブの火力上がってますと。さあ、クオークチャージでこれ素早さが上がると。はいはい、まあいいでしょう。まあこれはですね、まあ一旦、まあ、フリーズドライされたら嫌やから照らせたりしながら攻撃するか、まあもしくは、まあ、守りながら、まあ、噴火いくかっていう局面ですよね、っていう局面なんですよ。いや、ここマジでむずいな。いきなりギア上げて飛ばすか、そこむずいよな。いや、飛ばす、ここ、そんな飛ばし方して大丈夫か。いや、なんか飛ばさん方がいい気がするから、ちょっと一旦チキるわ。一旦チキチキボーンでいきます。で、なんかワンチャンフリーストライク来るなら噴火が最大ダメージで通ったりする可能性もあるんで、まあ、ちょっとね、噴火でいきます。命中も安定してるんで、どうせ熱風じゃコータス包み倒せなさそうなんで、オッケー、フリーズドライを透かしていったのはこの男からの挑発、オッケー、ざまみやがれ。さあ、あくびで来ると思ったんでしょうか、オッケー。さあ、めちゃくちゃきついポケモン、鉄の包みを倒したことによって、こっからはね、このもう古代水君無双ですよ、皆さん。みなも無双ですよ。さあ、セグレイブ来た。あ、これドラゴン来る感じですか、これドラゴン技来ちゃう感じですか。これをね、しっかりと、アクアジェット。
アクアジェットじゃない、ここでしっかりとテラサルして巨剣突撃を耐えて解放者、これなんですよ皆さん。結局はここ熱風か、いや悩むな、熱風、いやーどうしようかな、いや皆もまあまあ硬いからね、ほんまなめんなよほんまに、いや集中される、もしかして集中して動画破壊される、もしかして、いやまあまあ高いな、まあまあ高い、まあまあ高い、マジで、いや、ま、マジまあまあ高いな、リスク分散するか、一応手助けとかやめておきましょう。認可かな、あくびか、無理やわ。うん、これね、分かってましたよ、分かってたんですけど、あえて、はい、あえて選んでみました。さあ噴火でいきますか。さあテラスタル来ました。まあここはまあ地震は地震で水技打っとけよかったってなるけど、ただこのセグレーブに対して今ここで水技打つのはちょっとバケモンやから、さすがに炎技でいきますよ、いくらなんでも。あーセグレーブ守る相手もね、なかなかこのねゆっくり来ますね。さあ追い風できましたか。まあまあ順当ですよね、こっちの方が素早いんで。はい、解放者をしっかりと守られてしまう。しかしね、この最大ダメージ噴火でありえほどゴリ押してるんで、はい、コータスが強いだけ、うん、黙れ。さあ噴火でファイアローしっかりと突進かマジでコータス大暴れ。まあでもこっからはね、もう皆も大暴れっていう予定なんで、はい、大暴れってやつなんで、はい、熱交換、まあ、熱交換とかどうでもいいです。はい、別に無効じゃないんで、もらい火じゃないんでね。さあ轟付きの攻撃が高まりました。なるほど、攻撃が高まってまいりましたね。さあどうしたもんでしょうか。ここはハイドロスチームセグレーブ、解放者セグレーブ、まあ、月にはねこれちょっとタイプ相性が悪いっていうところで、いやー皆さんならどうする。ここ水面集中来るか、水面集中来るセグレイブ、いやー放射、うーんハイドロスチーム、いや意外とスチーム、実はスチーム、いやー悩むな、スチームちょっとバカか、一旦守る、追い風切らさないとさすがにきついよな、一旦ここに集中されるとさすがにまずいから、一旦ここ、でも待てよ、いやここ攻めます、攻めます、噴火でいきます、はい、噴火とスチームでいきます。来た、映え来たか、映え来ちゃった感じか、来たかこれ、映え来た、来たーっー、あとは耐えるだけ、あとは耐えるだけ、耐えるだけやぞ、耐えるだけや、よし来た、ガジェ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 来た、オッケー来た、ガジェ来た、ガジェ来た、ガチ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 来たぞお前ら。さあ自身、さあうねる皆もしっかりと耐えて、アイドロスチームだ、晴れ状態でも下がるどころか攻撃が 1.5 倍です。さあしっかりとセグレイブのテラスタルを呼んで倒しきっていったのはこの男。さあ初戦からマジありえん活躍してますね。はい、水面の活躍がマジバッケモノレベルでやばいということで、いやこんだけ強かったらマジ環境揺るがすんじゃないかっていう印象を感じますよね。はい、まあ、ここはねもうこの水面の活躍によって、まあ、あとはもう敵対あくびとかしてるだけで、まあ、勝てるんで、まあ、余裕かなっていう印象自体は、まあ、結構あるかなと。まあ、ここはねもうあとはもう地獄好きとかもアクロバットとかもう耐えますよっていうところを証明していただくっていう、まあ、ターンになるのかなと、まあ、いうふうに思っていて、もうできれば、まあ、みんなも攻撃していただければなというふうに思ってます。まあ冷静に勝つにはそっちか、勝つためにやったらそっちか、次のターンでいい、次のターンでいい、みんなも攻撃するのは。アイドルチーム半減の轟く月にバリ入ってるかバリ入っちゃう、さすがにバリ入った感じない、いくらなんでもバリ入りましたよね。さあドレディア日本バレ残り1、追い方残り1、
そうですね、まあ、ここはハイドロスチームと、まあ、眠り子なんですね。ここリーフストームはさすがバカなんで、さすがに眠り子だから行きますか、まあ、ここ耐えてね、耐えていきたい。さあ地獄好き、あれなんか画面がおかしい、画面がちょっと消えちゃった。あー画面が消え、あーミナモかなり活躍したっぽいな。画面が今、画面の調子が悪かったですね。はい、画面がちょっとね、なんか今映像に乱れがあったかなっていうふうには、まあ、思いますけれども。さすがに A ブーストしたしね、トードロック付き。いくらなんでも A ブーストしたから、さすがにそれは許してほしいっていうところあるね。さすがに古代活性 A ブースト。ギリ耐えてた。古代活性してなかったら。うん。それに関しては。さあ、マジかしゃい！オッケー！はい、ということでね、先発からやっぱり水面が圧力かけてたからじゃないですか。噴火が通ったの、誰のおかげですか？そうです、水面くんが圧力をかけて、守るを使って集中攻撃させたことによって、コータスが無傷になって、噴火が最大 HP 分で、放てたというところから勝ちにつながったわけなんです。ということで、みなもくんがありえほど強い活躍したと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。次の対戦もぜひ見ていってください。さあ、ダメドンコの犠牲者の方はかなこです、よろしくお願いいたします。ということだ。さあ、うねるみなもがありえん刺さってますけど、大丈夫か、大丈夫ですか。ニンフィア来たらもう水テラスタルして、さらに火力を上げつつフェアリー弱点なくしますけど、大丈夫ですか。海流出てきても水テラスタルして火力上げながらドラゴン弱点消しますけど、大丈夫ですか。さあ、コータスでいきなり火力上げて、まあ殴っていく体勢を整えつつ、まあ、海流に強いんで羽ばたく神、さらにはここは最後はまあ巨人王に対して抜群つける可能性もあるので、ドレディアといったところでしょうか。まあこの選出で、まあカナコには全対応できているのかなという印象がありますと。はい、問題ない、これでいきましょう、よろしくお願いいたします。さあ出してきたろー。キューティーと巨人音です。さあ、それに対して私はもうデカブツでいきます。巨人音の5倍ぐらいでかい、このうねる水面の古代活性で特攻ブーストさせていきます。さあ、どうしたものか。こいつのね、やっぱ特攻177、素早さ177ということで、まあ特攻をブーストしたいなら CS でいいし、素早さブーストしたいなら特攻1削ればいいっていうね、ところはかなりいいですよね。さあ、これはまあ電気弱点じゃないんで、そのままテラスラせずにぶち込んでいいと思うんですけれども、まあスチーム、まあ、スチーム打つよね。どっちに打ちますか、どっちの方がいいかな。一旦巨人に打つ、いや守るもいいな。正味猫塩漬けとかされると一番イラつくから守るわ。で噴火でいきます。かなこ、かなこぶっ飛ばせ、猫倒しやろ、猫倒し、オッケー。さあ、塩漬け来るんですか、塩漬け来るかな。さあ、完全に蘇っていったろー、ベアルジャー、いいですね。これで初動がもうありえほど安定したっていう形になりますね。噴火でパーモットは OK、 タスキまで行くと。もうこれ巨人音、これね、どんなテラスタルしようがもう受けれませんよ。水テラスタル来るならそれはそれでね、お前の強さを認めるけど、もうそれ以外だったらね、もう絶対耐えませんから。はい、まあ、なんならこっちから倒してもいいっていう説もまあなくはないけど、まあ、一応巨人音からいくか。いや悩むな、これどっちの方がいいやろ。巨人音に変なテラスタルで耐えられてっていうやつが一番最悪やからな。全ての最悪をケアするか否か、まあ、一旦こっちでいきます。さあ、どうだ、テラスタル来ちゃった。まずい、まずいよ、まずいよ、倒せる？ゴースト、いけるいけるいける。全然いけるよ。ゴーストならいけるよ。抜群じゃなくてもいけるよ。アワイドガード。なるほど。いや、マジね、抜群から等倍に変えただけで耐えると思うなよ、ほんまに。うねる皆も舐めてんじゃねえぞ。アイドルセーブは古代活性プレート、カナカーガチで強くてくそー、見てください、これには視聴者もガチで強くて草としか言いようがありません。古代活性特攻 1.3 倍、神秘の雫で 1.2 倍、さあ晴れ状態で火力 1.5 倍ということで、もう圧倒的な火力を実現してしまったわけなんですよね。
はい、これガチで強くて腐らんですよね。さあ2分焼きました。はい、余裕です。噴火はこれワイドガード、巨ジオンの死骸が残したワイドガードでニンフィアが守られていきます。いいよ、かなり。さあキューティーが来て、これはね、うわー、めんどくさいね。ここね、猫魂警戒で守ったら再起の祈りでなんか巨ジオンが復活するっていう可能性があるんで、まあそれはだるいんですけど、まあとはいえ、うわー、悩むな、悩むね。それはハイドロスチーム行く、行っちゃいます、行っちゃいますか。まあ、猫だされたらされたで、まあ一旦耐えとさせてくださいか。あくびでもしとくか。あくびでもしよう。噴火よりなんかちょっとあくびの方が強い気がする。ここもビエル選手攻めますよ。はい、圧倒的に攻め。ここの相手もねかなり不利だと思うんで、再起の祈り通していくぐらいしかやっぱねないと思うんで、そこ猫魂打たないですよ。まあ最悪打たれた場合とかね、はい、まあ、打たれなくても、まあ、水テラスすることによってハイパーボイス耐えますよっていう形だけは一応ね保っておきますよ。さあどうですか、どうですか。あ、まあ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 、ハイパーオッケー。この硬さですよ皆さん、見ましたかこの硬さ。もうこれ相手寝るわけにはいかないんでね、引くしかないですよね。でこっちにもハイドロスチームでありえんほど火力出しながら噴火。あ、もう俺勝ちましたね。この圧倒的ビート力で勝利をもぎ取りましたね。相手も受けれませんからね。パーモットが引くにしてもこれも受けれませんよ。後ろのポケモン最強の水面、ひるむ水面。さあパーモットが引いて、なんだ海流、ああま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 あ、一応受けれるみたいな顔したやつは出てきたね。まあ相手も残数減らすわけにはいかないっていうところでしょうか。さあハイドロスチーム、まあ、これギリね、おちょ威力高っ、半減でマルチスケールでこれっていう。さあニフィア光の壁いいですよ、悪くない悪くない、全然悪くない。さあ噴火、ほら強くね、マルチスケールじゃないとかある、全然あれかもね、精神力の可能性もあるけど、まあ、ちょっと威力高いよね普通に。さあからのですよ、まあ神速ちょっと耐えれないかなっていう印象もまああるけど、さすがに神速は耐えないか、これこれ耐えれない、いくらなんでも。いやこれ噴火押すかあくび押すか悩むね。一旦あくびか、一旦ハイロスチーム来たよ、神速打たない、これアリエン火力出るよ、壁されてても結構出るよ。はいはいはい、さあ追い風、壁込みでニンフィアでこのダメージで、やばくないか、急に覚醒するやん、水テラスタル結構覚醒してるわ普通に、威力えぐい、ほんまにガチで強くて草、これガチで強くて草だよ本当に。さあ古代活性の効果切れました、追い風されたんで一応アクアジェットって形になるか。であくび、まあされたけど、まあ一応噴火でも押しとけばいいか。あくびしたからあいつ下げるよね、下げたら下げたであいつ死亡して、動いたら動いたで眠って、ニンフィアも悪事で倒して、あ神速で倒されたらまあきついけど、まあ、ここ起きなかったら、まあ、噴火で倒せると。いや起きても正味、いや起きたら無理だ、さすがに起きないっすよね、さすがに起きないさあ水面がアリエン削ったおかげでこのね晴れがなくなって、さらに不安な感じでもギリ倒せルはい最強。さあしかも海流も寝るということで、この先発マジ強くないか、水面コータスガチ強くないか、壊れてるぞ、いくらなんでも壊れポケモンとさせていただいていいか、タイプ強いか、いくらなんでも水ドラゴン、水テラスタルもめっちゃ強いと思ったけど、それ以外も結構可能性あるかもしれませんね。これはさあリーフストーム、まあ一旦ね、まあ適当に、うん、まあ、適当に噴火でも押しますか。 TP なくなってて草、まあ、最後ね追い風切れた時に羽ばたく神で、まあ、ゴリ寄せば勝つっていう感じなんで、まあとりあえずパーモットね、あっ再起の祈りに、やばいなんか、やばいなんか回復した、やばいなんか回復したぞ、やばいまずいやば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 いよ、やばいまずいよ、
ちょっとわからんくなってきたか。ただ神強いか。 HP 半分だぜ。所詮所詮半分、マジなめんなよ本当にな。さあ結構入る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 結構入ってます、入ってます入ってます。さあニンフィア、これやばいですかもしかして。さあやばいですかこれ。追い風は、追い風残り1、ナイス。追い風残り1かなり助かるな。一旦守っとく、一旦守る。いやまあ眠るかな、もうぶっぱしますか、ぶっぱしましょう。さあどうでしょうか。リーフストームより眠るのがいいよな。え、なにこれ、爪爪、やばいやばいやばい、やばい、イヤホン抜けた、やばい、面白いことになってきちゃってる、ちょ面白いことになってきちゃってるって。でも軽くないよな、そう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 、軽くないよ。あ、やっぱり外した、やっぱりそれはやっぱりね、やっべえやっべえやっべえわ。ちょ火力やばいって、火力低すぎ、くそ割れた。あーやばいか。追い風やんだからさすがに帰り上からはいけるんすよね、上からはいけるんすよ。これでいっか。ちょやばいねマジで。爪跳ねや爪帰る、マジバケモンみたいなコンボ決められた。もう一回やめてください、爪マジでやっべえ。さあ壁も切れた、もしかして。意外と壁短め、普通に粘土なわけないかっていう。でも相手スプレーじゃなかったもんな。 OK! ふねえ。あぶねえ。さあ帰る、さあ眠らしていきました。これでマジカルシャインで結構いけるっていう体勢はまあギリね整いつつあるのかなっていう。さあハイパーボイス、さあさらにまあドレディアはまあ耐えることができませんが OK ですと。こっからなら全然いけるでしょね。いやこれいったな、これはいったよ皆さんね、ギリギリ。なんか波乱いろいろあったけど、あでもまではなんか勝ったみたいなムードを出してるけど、これ帰り起きる可能性あるから、起きてなんか羽ばたかみがなぜかワンパンされるみたいな。海流意外と神に打点ないんですけど、なんか急になんかアイアンアイアンエットとか先生の爪飛んできたら負けるな普通に。さすがにアイアンヘッド来ない、いくらでも来ないよね。羽アイアンヘッド海流化け物じゃね、大丈夫っすよねいくらでも。そもそも最速大きい先生の爪、アイアンヘッド持ってる確率、何もかもがやばいよ。ここから負けるのはでもありえるっていうのが怖い。うん、電光石火やばい、なんかワンチャンつかみ、あぶねえあぶねえあぶねえ。ということでまあこの試合もね、まあコータスとか神もさすがに活躍してるとは思うんですが、まあ水面がねもう目を引くもの、輝くところあったんじゃないかなと思います。はい、ということで、かなこ対戦ありがとうございましたということでね。まあ今回の動画は以上となりますけれども、はい、もうみなもちゃん頑張ったと、可愛い強いかっこいいでかいと思った方はぜひねチャンネル登録そしていいねーぬよろしくお願いしますということで。というわけでまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それでは。